ウィキギャップはスウェーデンにて発症した完性運動。ウィキペディアでの男女格差をなくすため女性記事をもっと増やすよう主張している。ウィキギャップインストックホルム。ウィキギャップはインターネット上での男女格差を解消する一環としてウィキペディアにおける女性記事の増加を目指す社会運動である。スウェーデンの第一次ロベーン政権により提唱され外務省とウィキメディア。 スウェーデン協会によって推進された。ウィキペディアは世界的に影響力の強いウェブサイトであり、2019年現在ではアクセス数は世界5位に達しているとされる。しかしながら、ウィキメディア財団によれば、全世界におけるウィキペディアの人物記事のうち男性記事が8割を占めており、女性記事は2割に過ぎないという。そのため、ウィキギャップでは Wikipedia における 女性記事をより増加させることを目指している。なお、全世界のウィキペディアの執筆者のうち、およそ9割は男性だと推定されている。ウィキペディアにおける、ジェンダーバイアスに関連する、エディタソンとしては、他に、アートフェミニズムがある。アートフェミニズムが、女性芸術家の記事の充実を目指しているのに対し、ウィキギャップは、芸術家に限定せず広く、 女性に関する記事の充実を目指している。ウィキギャップエディタソンイン、東京にて講演する日本中殺スウェーデン、特命全権大使ペールエリック・ヘイグベリ日本、中殺スウェーデン特命全権大使などを歴任した外交官のペールエリック・ヘイグベリは、ウィキペディアにおける女性に関する情報を、充実させるよう主張している。ヘイグベリは、現代を、 ウィキペディアが本や百科事典に変わる時代と位置づけた上で、誰が社会の中で目に見えやすくなっているかに注意を払うべきだと指摘している。一方、武蔵大学人文学部准教授などを歴任した文学者の北村さえは、執筆する女性が増えることで記事の質が高まると主張している。さらに北村は歴史家、ピーターバーグが語ったと述べた上で、 現時点でのウィキペディアの執筆者について多くの著者が男性で北アメリカ出身でコンピュータ教科専門の学者だと主張している。また、ウィキペディアでは特筆性がないこと等を理由に記事を削除する仕組みがある。ウィキペディアの執筆者や閲覧者は問題がある記事を見つけた場合に削除依頼を提出することができる。そのため、女性記事に対しても 他の執筆者や閲覧者から削除依頼が提出されることがある。女性記事に対して削除依頼が提出される理由について、北村斎は女性に関する記事が掲出されがちな傾向があるからだ、などと主張している。ウィキギャップ発祥の地はスウェーデンであるが、その影響はスウェーデン一国にとどまらず、ウィキギャップは世界60カ国で開催されている。また、 ウィキペディアは言語ごとにそれぞれウェブサイトが構築されているが、ウィキペディアスウェーデン語版だけでなく、ウィキギャップに賛同する動きが多言語版にも広がっている。一例として、ザンビアおよび英語版での状況についてもべる。ザンビアでは、ベンバ語、トンガ語、ニャンジャ語、ムワンガ語などが話されているが、公用語は英語であるため、英語版がよく利用されている。かつてザンビアは、 母権性社会であり、政治分野で活躍する女性も多かったが、イギリスからの植民者やキリスト教の宣教師らの影響を受け、普権性社会に変容していった。その後、歴史に渦もれた女性たちの業績を見直そうという動きが広がっており、その一環として2018年にウィーキギャップが開催された。女性歴史博物館と在ザ,ザンビアスウェーデン大使館が協力し、 40名ほどの女性執筆者を育成した。これらの執筆者はザンビアの女性に関する記事の新規作成に貢献した。日本で初めてのウィキギャップとなったウィキギャップエディタソンイン東京他の例として日本及び日本語版での状況について述べる。ウィキペディア日本語版は女性記事が比較的多いことで知られている。ウィキメディア財団の調査では ウィキペディア日本語版の人物記事における女性記事の比率は2019年9月27日時点で22.3%を占めている。ウィキペディアには多数の言語版があるが日本語版の女性記事比率は2019年9月27日時点で世界14位である。このウィキペディア日本語版においてもウィキギャップに賛同する動きがあり、 2019年9月に東京都港区で開催された。これが日本で初めてのウィキギャップである。会場では参加者らが実際に女性記事を新規作成している。日本ではまだ知名度が低く、記事をきっかけに多くの人に知ってもらいたいということで、バーレーンの知名度の低い人物の記事を作成した参加者もいた。会場においては国際連合で、 事務次長や上級代表を務める仲間に泉からのメッセージが悲劇された。また会場にはプログラマの若宮正子らも来場した。若宮は Wikigap Japan のブランドアンバサダーにも就任している。同様に漫画家のオサイエークストロムも Wikigap Japan のブランドアンバサダーに就任している。Wikigap in s t o c k ル o m にて講演する外務大臣。 マルゴット・バルストローム・ウィキギャップが始まったのは、スウェーデンの政界事情と密接な関係がある。当時の首相であるステファン・ロベーンは、社会民主労働党出身であり、自身の政権の愛称として、フェミニスト政権を自称するなど、イデオロギー色の強い政策を打ち出していた。第一次、ロベーン政権にて、外務省の大臣に登用された、マルゴット・バルストロームも、 社会民主労働党に所属しており、ロベーンの意向に沿った外交を展開することになった。大臣就任直後、バルストロームはフェミニスト外交政策と称する外交方針を発表しており、その一環としてバルストローム率いる外務省が提唱したのがウィキギャップである。提唱者であるマルゴット・バルストロームは自身の外交政策について、スウェーデンは 世界初のフェミニスト外交政策を取り入れたと持参している。また、バルストロームは、ウィキギャップについて、著名な女性とその功績をより多くの人に見てもらえるようにすることは、我々のフェミニスト外交政策の具体的な結果です、と述べるなど、ウィキギャップを自身の政治的成果として誇示している。しかし、単なる民間団体が運営する Wikipedia に対して、 スウェーデンの行政府が国費を投じて積極介入することには懐疑的な意見も少なくない。一例として公共放送であるスウェーデンラジオが紹介した意見が挙げられる。同局は行政府が温度をとって執筆を積極的に呼びかけるのではなく女性執筆者が自発的に記事を書けば良いではないかとの批判を紹介している。また、ウィキギャップにより 女性記事が増えるのは良いことかもしれないが、わざわざ行政府がエディタソンを組織する必要まではない、との指摘も紹介している。特に開発者界はい、いわゆるテックコミュニティから疑問の声や批判的な声が上がっている。ウィキギャップを批判する人物の例としては、オケ検討に所属し、国会議員などを歴任したかあるシグフリットや、 スウェーデンの大手プロバイダであるバーンホフでコミュニケーションマネージャーを務めたアーニャ・アレンバーグなどが挙げられる。特にシグフリットは政治活動を続けるから、ウィキメディア、スウェーデン協会で EU ポリシーマネージャーに就任するなど、スウェーデンのウィキメディアコミュニティで永年活動してきた人物である。このように、ウィキペディアに詳しい者たちの間でも、ウィキギャップを批判する意見が上がっている。 ウィキギャップインストックホルムにて記事を編集する外務大臣マルゴット・バルストロームウィキギャップはウィキペディアにおける男女の記事数の格差を問題視したスウェーデンの社会民主労働党が与党として行政府に指示して始まった完成運動である。それに対しウィキメディアスウェーデン協会を経て国会議員となったカール・シェグフリッドは特定の思想に基づいて国家が ウィィキペディアに影響力をを行使するる点を問題視しているシグフリットは、ウィキペディアにおいては、他者からの影響を受けずに執筆するのが原則だと指摘し、国家や企業、団体は、ウィキペディアの内容に影響を与えるべきではないとしている。さらに、シグフリットは、国家がウィキペディアを通じて、現実社会の理想像を実現させようとすべきではない、と述べている。 その上で、シグフリットは、ウィキペディアの方針やガイドラインを紹介し、それに従うよう求めている。シグフリットは、外務大臣のマルゴット・バルストロームに対して、ウィキペディアの編集システムや方針、ガイドラインについて、直接説明した。さらにシグフリットは、記事の主題を選択するのは編集上の問題であり、国家や外務大臣が特定の主題で記事を作成するよう求めるのは、 おかしいと指摘した。しかし、バルストロームはそれを顧みることなく、ウィキギャップを提唱し、その指示のもとで、スウェーデンの外務省と在外交官が、世界各地でウィキギャップを展開し始めている。ウィキギャップにおける主要な人物を、生の五十音順で列挙した。賛同する人物が多数に上ることから、著名な人物のみを記載する。括弧内は、 ウィキギャップにおける代表的な役職、配分以降は、その他の代表的な職業を示す。多数の国々でイベントが行われているため、氏名の前に国籍を示すアイコンを付与した。ありがとうございます。